はい、皆さんこんばんは。ちょっと夜なんで小声になっております。今日はですね、皆さんこちらデュエルさんの方からね、送られてまいりました新作ですね。ヨウズリからね、 3D の3号と 2.5 号、デュエルからこれを使って釣ってみろと、リルーレと、お前も4年目だろと挑戦状が送られてきたんで、ね、こちらの家で今日はやってやります。はい、使用するタックルね、エア AGS86 の ML で、リールがエアリティのね LT2500 ですね。はい、 P がね 0.6、はい、ユニチカのものですね、四つ編みで、リーダーがエメラルダスの2号ですね。こちらでやっていきたいと思います。まずね、こちらアオリキュー 3D 3号ですね。トゥルントゥルン、チョコボール向かいのテカリ、向かいだけにね、向かい風っちゅうことで、今回サイズじゃなくてね、釣れるかどうかっていうね、実況していけたらと思います。まずね、タイミング、今ねタイミング的にね、干潮からの上げ始めて1時間経たないぐらいか、今から潮が動くんじゃないかなっていう感じですね。ゆっくり右に潮が動いてますね。ベイトはねいますね、やっぱり常夜灯に溜まってる感じですね。ベイトがリリースするんでね、極力イカに負担をかけないようにドラグを緩めにしておきます。アオリキュー 3D というエギはね、中にねインナーシートって言ってね、入ってるんですよ。あのキラキラちゃんが、就魚効果がねあるんだって。キラキラちゃんシートタイプがねこちら、はい、いろいろあるみたいですね。これ今から秋ですよね。秋はめちゃめちゃ効果的だと思うんですよ。なぜかというと、秋イカはね好奇心が旺盛なんですよね。今ね、潮紙に投げております。抱きたい角度じゃねえの今。わかるんだよおじいさん、抱きたい角度がわかるんだから。うん、かわいこちゃん怖いわ、自分が怖い。皆さんいますね、これ釣っちゃいましょうか。これは釣っちゃいましょう。ちょうどエギ方面に泳いでいってますね。結構距離あるけど、ほら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 、あ、見てるじゃん見てるじゃん、気になってるじゃん。来ましたね、抱きますよ。はい、来ました。はい、来ました。早かったね。皆さん 3D でございます。これ D の D の方でございます。サイズはないですが、秋サイズ、秋か始まってんのかな。はい、皆さん来ました。じゃじゃじゃーん、イカちゃんです。ちょっとね、先にリリースしましょう。本当ありがとう、助かってます。いつも使用したエギはね、こちら 3D のね3号、こちらで釣れました。今続けてねやっていきたいと思います。デュエルさん見ました、この4年目の。いや、サイズじゃないからね、デュエル愛だから。新商品が出たら買っちゃう。もうサポーターじゃないもん、俺サポーターという名のお客さんです。はい、ありがとうございます。まあ、ありがたいことにね、でもサポーターさせてもらってね、このエギばっかりまあ使うわけじゃないですか。超過もね出ておりますんで、ユエルさん、ヨウズリさん、ありがたきでございます。潮変わった、皆さん潮がね変わったね、あるかもよワンちゃん。もうサモハン汗だく、どうしよう。立って竿しゃぐってるだけなのにもう汗がすごい。吐かないよすぐ、そうやって太りすぎとか。ダメ、やめなさい、全然集中できてないわ釣り。続いてこちら 2.5 号のを使っていきたいと思います。インナーシートオーロラ夜光リアル車エビっていうね、 2.5 号装着です。さあ 2.5 号どうでしょうか。追尾はあったからね、サイズがねもうちょっと上がってくれれば。横ね、この 2.5、 あ、ちょっと待って、これいいかも。いや、これいい、これいい、これいい、絶対いいわ。好き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 、ちょっと待って、手前で見るわ。動きをちょっと見てみますね。まずね、ホールスピードよし、これ皆さん使ってみたら分かる。で、角度もいい、このフリーで落とした時、うん、アオリキューにやっぱり似てるね。アオリキューだもん、だってなんだ。はいはいはい、これいいんじゃない、マジで。皆さんこれいい、これいい、これいい、間違いない。
アテンションかけた時のね、この襟のホールの角度映れるよ。100、はいはい、これで釣りましょう。掘ったら釣ってみろよと、リルレと、まあ、そういうおっしゃるでしょう。見てる皆さん、まず釣らないことにはね、始まらねえよと。おいリルレと、この野郎と、太ってる場合じゃねえよと、やかましいわねと、ここまでがセットになってます。ありがとうございます。はい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 、はい、大好きなんだって。炊き方がえぐい。大好きってかんな、ここ大好きなんだって。リリース先にチクしますね、そのままよいしょ。ちょっと離してくれないと。離しませんね。離したらね、もう多分リリースできるんですけど、エギをね、離そうとしない。それ離せばね、あんた逃げれるよ。離さんば、それはエギば離しにしちゃえよ。ほらちょっと金かかっとらんと、あんたが離せば取るとって。よいしょ、水を含ませた。いや、かかってないのよ。わっ、ちょっとこれしたかっただけね。3号とね、2.5 号と超過が出ましたよ、皆さん。もう秋でしょ。いや、でもね、この 2.5 マジ優秀。今季の秋はこれで俺行くかもしれん。僕的な、まあ、おすすめっていうことで。今さっき釣れたのなんて、あ、これ通路をと思って投げ直したとこ。もうホール中に抱いたんで、何回打を噛むの。塩がいい。塩なの、ゴミなの、これ。ゴミなのかもしれない。いかでしたね。ちょっと笑っちゃう、笑っちゃう。釣れたけど、いいか。ちょっと、かわいすぎるやろ。これ、ほら、見える皆さん。これ、手のひらこれ。かわいいかわいい。ちょっとこれ、ありがとう。お、早っ。皆さん、ここに来て朗報がございます。秋イカ、開幕しております。今3杯か。今1時間ぐらいしか経ってないからね、釣り始めて。1時間で3杯はいいでしょう。まあ、サイズはあれだけど。秋って言ったらやっぱ数釣りですから、皆さん。もう始まってるかもしれませんよ、これ。ちょっとすいません、暗いですけど。ライトをね、今、つけたくなくて。一回ね、3.5 号投げてみます。ダートマスターのね、オールマイティマスターやったかな、これ。うん、カラフルなやつ。ちょっと沈めますね。深いね。ボタンに攻めてますね。来ましたね。来ましたよ。はい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 。たさんでしたよ、皆さん。完全に秋始まっちゃってるもん、これ。ダートマスターですね。3.5号。ちょっと先に。なんでね、これ使用したかというとね、こう、潮が速くてね、水深があるんですよ。3号とか 2.5 号じゃちょっと探れないということで、3.5 号を使ってみました。はい。朝まずめですね。アオリキュー 3D 3号やっていきたいと思います。浅場に刺してくるイカさんを狙っております。次釣れたら納棺したいと思います。潮が速いわけではない。風で持ってくれてる。さあ、この辺が勝負ですよ。はい、来ましたね。3D。
来ましたね。朝晩にいましたね。ちっちゃい、はいはい、まあ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 、でも 3D ですよ。3号ありがたきでございます。はい、お疲れ様です。疲れた。夜中、まあ、干潮のタイミングから朝まずめ、超過もね、初めてね、使用する、アオリキューの 3D、その3号と 2.5 号。どちらも超過が出ましたね。あとはもうサイズね。とりあえず、エギは間違いない。秋マジで、エースエギになりそうな気配がします。ホールスピードとあの、エギのホールする角度。めちゃめちゃ僕好みでしたね。実調検証ということで、今回やってまいりましたけど、アオリキュー 3D、3号と 2.5 号。動画出すときはもう発売されてると思います。動画参考になったよーって思う方。はい、初めてご視聴される方、ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。